はい、どうもコンシェルジュです。あのね、他人に何かアドバイスをされて気づいたことと、自分でなるほど気づいちゃったぞっていうこと、どっちが心に残るかって言ったら、基本的には自分で気づいたことなんですよね。他人からああだこうだって言われて、ああはい分かりましたっつって、なるほどそうなんですねって、ああ確かに考えてみたらそうかなって思うことと、自分でなんかいろいろ活動してて、あそういうことね、新しい発見したわっていうことだと、やっぱりね、心の中に残るのは自分で気づいたことなんですよね。もちろん他人から言われてちゃんと考えて、ああやっぱりそうだなって思ったことも心には残るは残るけど、より一層心に残るのは自分で気づいたことなんですね。はい、復縁の、心理テクニックの話ですけれども、相手にね、あなたの元カノ元カレとかに、自分はこうやって変わったんだよっていうことを自分から言っちゃうと、それって教えてることになるじゃないですか。相手はどう思う？確かに本当にあなたがめちゃくちゃ変わってれば、あ変わったな、確かにこいつの言う通り私変わったよってこいつ言ってるけど、まあ、確かに変わったは変わったなっては思うでしょうね。それぐらいは思うでしょう、本当に変わってれば。ただそれよりもですよ、それよりも人間の心に残るのは、自分で気づいた時に強く印象に残るんですね。自分って自分が大切だから、他人から言われて気づかされたことよりも、自分で気づいた俺すげえっていうのが心に残るんですよね。なので復縁セルフブランディングですよって僕時々言ってるますよね言ってるじゃないですか。要はそのあなたが直接言っちゃったら、自分で、まあ、確かに本当に変わってれば、まあ若干心には残りますけど、心の残り方、心に残る残りレベルが弱いわけじゃなくて、うまく誘導して、うまく作戦を立てて、うまくまあいい感じに導いて、彼が彼女が自分で気づいたように仕向けていくのが重要なんですね。自分で気づいたことは心に強く印象付けられるんですからね。でですよ、じゃああなたがすごく素敵になりましたね、素敵な男素敵な女ね、私綺麗でしょみたいな、俺かっけえだろみたいな、そんな感じになったとします。その上で、じゃああなたが直接俺変わったでしょ、私変わったでしょって相手に言うのか、それともですよ、あなたが例えば LINE とか Facebook とかのそういうタイムラインでね、なんかその活かしてる感じの写真をね、うざくない感じで、ナルシストだと思われないギリレベルでいい感じで投稿していって、で自分のその変わっていく姿を見せていくやり方をやった上で、彼がそれをちょくちょく見て、あこいつ可愛くなったかもね、彼女がそれを見て、あこの人ちょっとかっこよくなったかなっていう風に気づかせる方法と、どっちがいいですかっていう話なんですよね。当然こっちでしょ。タイムラインを使ってね、 LINE とか Facebook のタイムラインを使って復縁セルフブランディングをしていけば、彼は彼女は自分で気づいた気になるのよね。自分で気づいたつもりになるの。本当はあなたが作戦的にね、あなたと僕が、Facebook は、セルフブランディングはこう、ね、タイムラインでやるときはこう、LINE のね、で、こんな感じでこういうペースでやっていけばいいですよって、じゃあやりましょうねっつって作戦立ててやってるんだけど、彼としては、彼女としては、それを自分で見て発見してるわけだから、自分で気づいた気になってるんですよ。それがいいの。自分で気づいた、あ、こいつ、可愛くなってんじゃん、俺気づいたっていうことになるから、あなたから直接言われたりとかするよりも、自分で気づいた方が心に残るわけ、印象がね。そういうテクニックがあるっていうか、まあ普通のことなんだけど、普通のことすぎてみんなね、あんまり気づいてないことってやっぱり僕にでもあるからね。だからみんなそうだと思うけど、言われてみれば普通のことじゃん。他人から何か言われるときに大体そうじゃないですか。なんか言われるよりも自分で気づいた方が、やっぱそうだなっつって、俺ってすげえな、ここに気づいちゃったなって思うじゃないですか。それと一緒のことなんですよね、うん、ですからこれを意識してください。自分でね、言いたいんですけどっていう人やっぱりいるんだけど、ダメです。それは自分で言っちゃったら元も子もないです、ね。自分で元彼元彼女に自身で気づかせるっていう、そのためにうまく Facebook とか LINE とか使ったりとかしていけばいいですよってことです。で、あともう一つの方法は、友達を使うっていう方法があるんだけど、これね非常に難しい。バレるんですよね、時々。友達ね、友達はさ、こういうその復縁工作的なことバレたら一巻の終わりって思ってないじゃん。だから結構ね、
じゃあ任しときなよとかって言ってくれて、じゃあ変わったね、君のことを、共通の友達だから、その元カノ、元彼は、その元カノ元彼に俺が言ってあげるよっつって、ノリノリで協力してくれたはいいものの、ノリノリで押しすぎて、元カノ元彼に逆に怪しまれるとか。これね、よくあるっていうか、ほぼそうなる。ほぼそうなるんですよ。やってやるよって、協力してあげるよって言ってくれるやつ、いいやつじゃないですか。いいやつだから勢いで言っちゃうんだよね。あいつ最近変わってさ、超かっこいいんだよねって。あの子最近変わってさ、めちゃくちゃセクシーになっててさ、って押しまくっちゃうんだよね。うん。で、バレるっていうことがあるので、だったら、その友達にやってもらうよりも、まあ、正直なこと言うけどね、僕がやった方が早いんですよ、まだ。まだね。で、そういうお友達がいないんであれば、まあ、そのまま復縁工作頼んでいただければいいし、お友達がいる方は、相当頭のいいお友達だったらうまくやってくれるんじゃないですか。そういう場合はやってもらっても構わないし、ただ、なかなかちょっと、まあ、共通の友達いるけど、そんな頭のいい感じじゃないし、口もそこまで達者じゃないしっていうぐらいの友達しかないんであれば、ちょっと友達にお願いするのはやめておいた方がいいんですよ。だったら自分でね、復縁工作のテクニックを自分で学んで、まあ、復縁マニュアルコースっていうのもあるから、自分で復縁工作のテクニックを学んだ上で、自分で復縁工作みたいなことをやるっていう方が、まだ安心じゃないですか。ね。もしくは、もうその自分でやるのも難しいっていうんだったら、こっちに振ってもらえれば、僕としてはやりますから、ね。お仕事として責任持って頑張ってやるので、そういう感じでやってるんですね。だから、まあ、今回の話の重要なところは、まあ、また戻りますけどね。自分で言わないってことです。人は、自分で気づいたことの方を重要視します。他人から気づかされたことよりも。で、これはまあ人を動かすテクニックですけれども、まあ恋愛とかに限らず全部に使いますよ。誰かね、親戚の子供が緊張を怒るとき、叱るときね、とか、まあその会社の後輩をね、後輩に葉っぱかけるときとか、何でも使えるわけです。自分で気づいたことの方を心に残す、重要視するっていう傾向があるので、気づかせた体を装うってことです。気づくように仕向けるってことです。自分で気づくように。言っちゃったらダメなわけですね。はい。これを復縁のテクニックに使っていきましょうという話でした。はい。今回は以上です。コンシェルジュでした。ではまた。